暮らしの中で使われているプラスチック製品の数々。金属に比べて軽くショックにも強いため、電化製品や車などあらゆる分野で使われています。現代のものづくりに欠かせない材料ですが、不要となった廃プラスチックのおよそ2割はこれまで海外に輸出され、その量は年間およそ150万トン。うち5割余りを中国が資源ごみとして受け入れていましたが、環境問題や健康被害を理由に2017年末で廃プラスチックを含めた資源ごみの輸入を禁止しました。それにより廃プラスチックを輸出してきた産業廃棄物処理業者に影響が出ています。 PP バンド、 PE のフィルム、ペットフィルム、それのみを集めて PP バンドだったら PP バンドの材料に、ペットフィルムだったらペットの材料、 PE フィルムだったらまた皆さんおなじみのレジ袋にリサイクルされる。処理方法についてさまざまな企業が研究や努力を続けています。中国の廃プラスチック輸入禁止の影響が広がる中、廃プラスチックをエネルギーに変える画期的な装置が上田市にありました。産業用機械装置の組み立てや製造を行う株式会社綿谷製作所です。これがプラスチックを生成して油に返す機械です。はじめに廃プラスチックを粉砕機で粉々にします。砕いているのはキノコ栽培に用いられる容器、このほかペットボトルのキャップやラベル、レジ袋がリサイクルできますが、プラスチックの容器や包装の中でも材質はポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレンに限ります。粉砕された廃プラスチックがどのようにリサイクルされるのか見てみましょう。このホッパーに破砕したプラスチックを入れまして、これを一定時間でエアで送り込むようになっています。ホッパーに自動で吸い込んで溜まるようになっています。1時間に廃プラスチック30キロの処理が可能で、ホッパーにたまると押し出し機でおよそ300度の熱で溶かされ、熱分解槽に送り込まれます。ここに釜が入ってまして、この周りを高周波の誘導加熱で釜を加熱してます。でここへドロドロの状態でここが入りまして、攪拌をしながら気化させるということですね。設定温度470度の熱分解槽の中で気体となって沈殿槽に流れます。冷却水が循環している沈殿槽で冷やされ、気体から液体、つまり油に変わります。これがリサイクルしてできた精製油。抽出した精製油を遠心分離機にかけるとさらに純度が上がりました。果たしてこれが燃料として使えるのか、発電機で実証してもらいます。はい、お願いします。今動きました。